はい、皆さんこんばんは。アスキースマホ、スマホ総研定例会のお時間がやってまいりました。スマホ総研の翼です。はい、岡本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、岡本さん、久しぶりでございます。はい、そうだっけ？うん、でも週末ニュース出てるの、そんなに久しぶり感はないですけど。まあ、2週空いたのかな？ 3 週間ぶりってことですかね。そうです。先週が、はい、スピーディーさんで、その前ちょっともう休みでしたからね。そうなんです。ということで、うん、スマホ総研はお久しぶりということで、はい、はい、今日は岡本さんと一緒にお届けしようと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、岡本さんと一緒にお届けするのは、最近話題のピクセルでございます。ピクセル 5A、5G です。うん。書くのがめんどくさいですね。5A、5G。括弧は半角だよな、アメリカ製品だからとか。5A と括弧 5G の間、半角開けた方がいいのかなとか、いろいろ考えると。そもそも Google って、ピクセルの前にある Google っていうのはこれ、はい、Google の Google ピクセル 5A、5G ってうざいじゃないですか、みたいなね。はい、こう、キリがないわけで、そういう話してると。まあでもね、アメリカの製品なんで、あまり細けいことは気にしてないと考えた方がいいですよ。そうですね。はい。基本的にアメリカの人、大文字小文字の製品の表記すらあんまり気にしてないことが多いので。そうなんですよね。うん。ええ、あんまり細かいことは気にしても仕方ないと思います。我々も気にしないということで、ええ、ちょピクセル 5A、5G を今日はご紹介していこうかなと思います。はい、お願いします。でですね、今日なんですけれども、はい、先ほども申し上げた通りに、一番最初の画像お願いします。はい、こちらです。ピクセル 5A、5G、GPU ということです。壁紙もこれ 5A になってるのかな？ 5A になってますね。そうですね。はい。ちょっとでも、確かにでも、一瞬わからなかったけど、5A なんですね。お店行って皆さんこう購入されるときとか、こう、これとかって、ピクセルの一番新しいやつみたいな感じで、ね、はい、伝える感じになりそうですよね。5A、5G ということでございます。でですね、ちょっと注目ポイントからいきましょう。お願いします。はい。最新の Android、Google のサービスが使えるピクセルスマホ。まあ、ピクセルスマホの、まあ、大きな特徴ですね。以前は Nexus と言ってましたが、まあ、ピクセルになっても5世代目。日本で登場しても3世代目になるんですが、のピクセルスマホの普及機。彼らはピクセル A シリーズとよく言ってますね。うん、A シリーズ、ピクセル A シリーズ。ピクセル A シリーズ。うん、じゃあ A シリーズの A はどっちなのかなって感じなんですが、なぜか私のマシンでシリが立ち上がったんですけど、何言ったっけみたいな感じで。本当ですね。今こう戸惑ってるわけですが。何がシリが反応するようになったの。いや、すごい怒ったんじゃないですか。何 Google のことばっかり言ってんだみたいな感じで。ピクセル A シリーズ。ピクセル A シリーズが、はい、まあ A が廉価マンということですね。他にも、うんうん、ピクセルバッツの A シリーズが登場してるんですけれども、はい、うん、この時の A シリーズは大文字なのか小文字なのかとか、またそういう疑問もこう、日本のメディアは言ってましたけど、ま、ね、はい、まあ、アメリカの人はあんま気にしないですね、うん、そういうことはね。そうですね。そもそも普及機なのに A とは何ぞやとか言い始めてる人もいますけど、うん、A って何？アドバンスドじゃないのとかね、うんうんうん、スタンダードなら S じゃないの、うん、とか言い始めるんですけど、うん、あんま気にしてないと思うんで、はい、気にしちゃきりがないと思うんで、気にしないです。わかりました。気にしない。うん、はい。なんですけど、まあ、ピクセル 5A、はい、まあ、3A から、うん、3の時からあったんですが、3A、4A、5A ということで、A がついてるのは普及モデルということで、うん、ハイエンドではないけれども、スペックがやや、ハイエンドほどは良くないけれども、お手頃価格で、しかも、Google の強みってソフトウェアですからね。ハードウェアのスペック以上にソフトウェアの強みが活かせて、はい、しかもお買い得で、うん、Google の最新のソフトウェアが使えるお得なピクセルスマホの普及機になってますね、はい、で OS アップデートは最低3年間保証なので、うん、まあ、今年 A12 が Android12 が出ると思いますが、はい、うん、まあ12、まあ13、うん、あ、14までは出るのかな。そうですね、はい、まあ多分14までは、うん、出してくれるでしょ。その先は、まあ、最低3年かと言ってるので、うん、多分まあ13、14までは確実にいくでしょうが、その後はちょっとわからないですが、うん、少なくとも OS アップデートはずっと3年間出してくれますし、同時にセキュリティのアップデートですね、うん、よくある Google セキュリティアップデート何月、うん、月1で出てますが、うん、まあ、メーカー製 PC だと2ヶ月に1回とかもうちょっと頻度が、はい、長かったりする端末もありますが、こっちは、うん、毎月セキュリティアップデートも出るし、 OS アップデートもしっかりいち早く利用できますね、うん、はい、
続いては、まあ、このスペック的な特徴を言うと、実は去年登場した Pixel 4a 5G。ちょっとここもややこしいところなんですが。4a 5G。うん。っていうのもね、なぜかというと Pixel 4a というモデルもありました。そうなんです。もう忘れてる人もいるかもしれない。Pixel 4a という 4G モデルと、はい、Pixel 4a 5G というモデルがあって、これが全然スペックが違うわけですよ。もうそうなんですよね。うん、で、Pixel 4a 5G のスペックが近いのは Pixel 5だって、もはや何が何だかだと思うんですけど。そうです。この、うち Pixel 4a 5G と非常に近いスペック、うん。まあ5とも共通点が多いんですが、この後このスペックの比較はこの後出てきますが、はい、昨年登場の Pixel 4a 5G と比較的近い CPU とかメモリとかストレージとかカメラとか比較的近いスペックを持ちつつ価格は6万500円から5万1700円と値下げ、うん、そうですね、さらにお買い得になって買いやすくなりました、ね、買いやすくなりましたね。なんとなくこう5万円と6万円全然こう違う感じの印象で、はい、うん、では Pixel 4a 5G とそんなスペックが変わらないまま安くなっただけなのかと思いきや、はい、うん、評価されてる部分も確実にあるわけですよ。そうなんですよ、うん、で確実に評価されてる部分が何かと言いますと、防水対応、うん、バッテリー増量、金属筐体なんですね、はい、うん、防水対応は5は防水対応だったけれども 4A、うんうん、5G については防水非対応だったのが今回防水対応になりました、うんうん、あとバッテリーも大きく3000台から4000台、この後も数字に消化しますがなります、ね、はい、うん、あと金属筐体ね、これ金属筐体というのが実は結構大きいと思うんですよ。これ大きいですよね、うん、でね 4A なぜ金属筐体があるかというと、はい、なぜ最初に 4A の岡本さん最初から用意しとけばよかったと思うんですけどここに 4A 5G あるわけですよ、お手元に。はいはいはい、手元にね、うん、これポリカーボネートの素材なんですよ、うんうん、なんかそれはそれでちょっと可愛い感じというか、これシンプルで良かったんですけど、うんうん、これよく見るとね、これカメラでは分かんないと思うんですけど、わずかに歪んでるんですよ、これ。え？すんげえわずかに歪んでるんですよ。あ、本当だ。あ、わかりますよ。わかるかな。わかります、わかります。こう、あ、逆か、こうなんか、これ元から買った時から当然歪んでたわけじゃなくて、ポケットに入れてるだけでちょっとだけ歪んじゃったんですよね、これ。ああ、そりゃ、でも、岡本さん、お尻のポケットに入れてたとか。入れてない、入れてない。前のポケット。そのまま座ったりとかはもちろんしてない。してないと思うんだけどな。これ、使い方が悪い、お前が悪いだろうって言われると、お前が、私が悪いですという他ないんですけど、うん、ちょっとポリカーボネートはちょっと、確かにちょっと不安かなと思ったのは事実。うん、ちょっと曲がってますね。うん。なんで、それもあって今回金属筐体になった。うんうんうん、こういうわけですね。金属筐体がプラスだと考える理由はここなんですね。はい、うんうん、まあどうなのかな。こんな、私は実は弱ましたスマホは人生で2回目なんですけど、1回目はね、はい、骨折った時に、こけた時に、すんげえひん曲がったんですけど、スマホが。あれはね、もう完全に自分がこけた自分が悪いんですけど。そうですね。うん、これ、ポリカーボネットでこんな歪むかなって、これ、使い方が悪いんですけど、足の。うん、ちなみに、岡本さん、その他のスマホとかも、ポケットに入れてても、そんなことなったりとかしたことない感じですか？もっと記憶ないですね。ポリカーボネートがすごく悪いかって、私の使い方が悪いから、うん、これで全否定はできないんだけど、うんうんうん、まあでもこれ金属筐体になって、ちょっと安心になったというのは、個人的には確かかなと思います。うん、ちょっとこう強くなってるっていうところはありますね。うん、はい。はい。そして、うん。で4点目、まあ注目ポイントというよりか他社とのミドルクラスとの比較はどうかなっていうのもこの後紹介したいポイントですね。うん、ミドルクラスでいろいろこう、いいスマホがあるわけですよ。今回も、うん、この Pixel 5a 5G は SIM フリーとソフトバンクから販売されますが、うん、特に最近ミドルクラス力が入っていて、うん、しかもフェリカ搭載モデルとか、防水対応モデルとか、日本向けのカスタマイズされているモデルが結構出てるわけですよね。そうなんですよね、うん、でフェリカ搭載だったらやっぱりね、ミー11ファイブライト 5G ですね。ミー11ライト 5G、はい、最近だと我々もやりましたけども、ここにある、うん、ミー11ライト 5G、うん、むちゃくちゃ売れてますよね。これむちゃくちゃ売れてますね、うん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 、これとか、うん、これとかのスペックもこの後紹介します、比較も紹介しますよって感じですね。そうですね、大体このあたりと皆さん悩まれる方が多いのかなっていう感じはしますね、うん、あ、ちなみにお尻ポケットには入れないですよ、はい、ちなみにスマホ入れてないです。あ、そうです、そうです、そうですよ。前ポケットだから、うん、多分前ポケット力が入らないわけじゃないけど、お尻ポケットほどではないかなと思ったんですけどね、うん
そうそう、さっき尻ポケには入れてないです、ね、うん、入れてないです、ね、あ、入れるとすぐに割れると思います私も、ね、私もポケにはちょっと入れないですね、なるべく、うん、はい、はい、ということでございます。じゃあ実際にちょっとサブカメラで見ていただこうかなと思います。お願いします。はい、もしかしたら見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、実は岡本さんがお休みだった週末ニュース、金曜日、毎週、そうだ、8時からやってる週末ニュースで。あの時ね、だから休みだって言いながら、宮野さんの背後に、近くにいた、ね、いたんですよね、はい。はいはい。っていう時にちょっとちらっとお見せしたんですけれども、はい。そうですね、裏側はこんな感じで、ちょっとね、わかりにくいかもしれないんですけど、グリーンっぽいですよね、これ、ね。今回ね、カラバリが、これまではジャストブラックだったじゃないですか、いつも。ちょうど黒のやつですね。ちょうど、うん、まあ、ただの黒というか、ちょうど黒って感じだったんですけど、今回は、うん、何でしたっけ、モストリーブラック、ジャストブラックからモストリーブラックになりました。そうなんですよ。大体黒って感じですかね。大体黒。ほぼほぼ黒とかいう感じですかね。日本語に入力すると。そうですね。週末ニュースの時もやりましたけど、黒の私の iPhone と比較すると、ちょっと緑いい感じがわかるかなと思います。ここまで見た目、実機はもうちょっと黒っぽいかな。ここまで茶色。うん、ここまで見た目。これはまあまあカメラの関係でかなり緑っぽく見えてますけど、もうちょっと黒っぽくて、うん、光の加減で緑っぽく見える瞬間もあるかなっていうのが、うん、率直な感想かなと思います。モスグリーンよりもさらに黒い。そうですね、モスグリーンよりはだいぶ黒いですね、うん、まあ、実際こうやって見ると真っ黒なんで、あ、そうですそうですそうです、黒なんですよ、ほぼほぼ黒って感じです、うん、そうですよね、ここで見るとまた違うので、うん、ただこうライトとかに当たるとちょっとあグリーンっぽいみたいな感じに見えたりとかするって感じですね、はい、で今回もね 4A5G と同じく、うん、ユニボディと呼ばれる一体型の側面、背面から側面まで完全に一体化された、うん、ユニボディということで、シンプルさは変わらず、素材自体は金属になってます。で、手触りはそんな変わらないって感じですね。サラサラ感ですかね。どうですかね。そうですね。サラサラ、サラサラですよ。すごい気持ちいい感じ。サラサラ、両方サラサラって感じですね。うん、シンプルでかつサラサラ。そうなんです。で、ここに指紋センサーがあって。指紋センサーがあって。で、上にイヤホンジャックがあるって感じですね。うん、イヤホン端子については、これまでも A シリーズはイヤホン端子がついていて、5とか、ハイエンドの方はついてないという組み合わせだったんですが、今回もしっかりついてますね。はい、ついております。で、あと、ボタンの色がちょっとだけ。はい、ちょっと。グレーっぽいっていうんですかね。そうですね。グレーかな。うん、薄いグレーって感じですね。うん、これも、このカメラで見るとちょっとグリーンっぽい感じに見えますが、そうですね。グレーっぽい感じですね。どっちかっていうと。っていうような感じですね。で、あとは、ここに、パンチホール型のインカメラが。はい、これも 4A5G と同じ位置に、左上にパンチホールのカメラが、うん、インカメラが入ってますね。っていう感じですね。はい。かなり、サクサクと動く。はい。ちなみに、空張りはこの1色だけです。あ、そうです、そうです、そうです。1色だけ。結構かっこいいですよね、これね。私、すごい好きな色だなと思って。まあ、シンプルで、うん。いいんですよね。いい感じだと思います。あと、ケース、チラッとだけ岡本さん。はい、ケースですね。ケースも、ケースがね、4色あります。そう、岡本さんのところにあるんですよ。実は全色。はい、全色あります。そう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 。これが、ブラックモス。ブラックモス。ブラックモス。カメラの左右が判定されていることが分からず、どれがどれか分からなくなってます。ブラックモス、メイビームーン、ライクリーライム、パーシャルピンク、うん、ほぼ黒、大体付き、ライムのような、なんとなくピンクみたいな。うん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 、まあ、ちょっと適当な英語化して、日本語化してしまいますけど、うん、まあ、ここにライクリー、これが、ライクリーライムですね、うん、ライムで、はい、しかも側面に緑のこの可愛いですね、うん、ちょっと感じで、そうそうそう、可愛らしい、これね、裏側もちょっと色が変わってたりとかちょっと凝ってますね、うん、しかもこのプラスチックが、再生プラスチックだそうなので、そうなんです、何でしたっけ、なんていうんですかね、こういう時は、まあ、サステナビリティ、サステナビリティを配慮してるわけです、配慮してます、はい、うん、こっちが、パーシャルピンクですね、はい、これもいい感じかな、こっちが、うんうん、こっち、これがメイリームーンですね、
津田さんのお手元にあるのがパーシャルピンクかな。あ、こっちがそうか。なるほど。ちょっと分かりにくいかもですね。なんで、本体は一色なんですけど、まあ、こういうカラーケースが、ちょっとちょっとお値段が張って3630円するんですが、結構いい感じのデザインのがあるので、もちろん、アマゾンで売ってる比較的安価なケースを買ってもいいし、これ結構おしゃれな、ピクセルシリーズのファンであれば、この、うん、ね、この端末のイメージにぴったり合った。うん、これまでのね、ピクセルのケースって一部分がはみ出るタイプのも多かったんです。今回これパッカリとこう全部入るので。そう。すごい綺麗ですよね、これね。これね、安心度が高いし、このケースいいかなと思いますね。うん。かなり、このデザインにしっかり合ってるので、このケースも、いいかなと思います。うん。で、コメントであったボタンギザギザしてるって言われてたんですけど。はい。ケースももちろんしてますし、本体の方もギザギザしてます。前のもしてるのかな？前のはしてないな。押しやすい感じに。4A5G はしてなかった。あ、つるっとしてましたよね、確かに。つるっとしました。そうですね。こっちはしてます。いいですね。これいいじゃないですか、うん。これすごくいいと思います。うん、押しやすいし、わかりやすい。というような感じの実機になっております。はい、それではスペック表いきましょうか。お願いします。はいはい、こちら 4A5G と、昨年登場の5との比較ですね。まあ、うん、実際には 3A から買い替える方とかもいらっしゃったんですが、ちょっと入りきらなかったんで、4A5G と5との比較になってますね。はい。で、ディスプレイについては 6.34、6.24 っていう違いがありますが、それよりはどちらかというと 19.5:9 が20:9になったので、うん、若干縦長になったというイメージですね。うん、その分横幅が若干、細くなってます。はい、で、Pixel 5との大きな違いはリフレッシュレート 90Hz 対応してないというのがちょっと、うん、まあ、ちょっと残念かなという気がしなくもないけど、うん、これで十分という気もするし、それはまあ、うん、それぞれのご判断になります、ね。うん。はい。で、縦長になった分、先ほども言いましたが、若干細くなってるんですが、厚みは逆に言うと若干増してるわけですよ。8.2 と 8.8 なわけですね。そっか。これ比較すると比較的わかるのかな。バッテリーの、あれもあるのかな。あ、でもわかんないか。上の方がちょっと、うん、上が 4A5G ですね。下が 5A5G なんで、うん。まああんまわかんないかな。そうですね。色の関係もあるかな。0.1 ミリ違わないので、うん、この後も紹介したように Mi11 と比べるとはっきりわかったんですが、5A5G、4A5G とはちょっとわからないけど、うん、まあ使ってみるとわかります。ぐらいの差はありますね。で、重さも 15g あるので、うん、まあ若干重くなってるというのは実感できます。うん、で、まあ先言っちゃうとその分バッテリー容量が増えてるので、はい。と防水が対応してるので、うん、まあどちらというとこう若干厚みを増して重さを増して金属筐体になった分、うん、バッテリーも増えてるし、うん、防水も対応してるから、まあ、うん、不満はないじゃないかって感じですね、うん。この方がいいじゃないかと感じる人の方が多いと思います、うん。はい。それではちょっと比較いきましょうか。あ、もうちょっと話します？岡本さん。大丈夫。CPU は一緒で、メモリは6ギガ、うん、ストレージ128GB で一緒で、カメラも若干違うんです、うん。この後言いますが、基本的にはスペックは一緒。5G の仕様も一緒。はい、防水防塵は、うん、5A5G は IP67 で、5が IP68 なんで、若干防水の性能については、うん、Pixel 5の方がいいですが、まあ基本的には雨でちょっと濡れる分には、完全に水没とかさせないことを考えれば、ねうん十分かなと思うので、これでも防水という問題ないと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きますかね。はい、それでは比較行きましょう。お願いします。はい、まず比較の1個目はこれはサイズってことですね。4A5G と 5A5G。うん、先ほども言いましたが縦長に若干なってるって感じですが、はい、それ以外はそんなに感じ、うん、感覚的にはそんな変わらないかなと思います。そうですね。うん、インカメラも大きさも一緒ですし、左上にあるのも一緒ですね。うんはい。それではちょっと続いてお願いします。さらに機種を増やして5。5と比べると当然、画面サイズも大きくなっているので、うん、一回り以上、うん、5回りぐらい大きくなっているという印象ですね。そうですね。うんうんうん、で一番左にあるの 3A なので、3A の時はパンチホールじゃなかったんで、こう本当です、ね、サイズはあんまり変わらないが、画面 3A は、まあ、3A はそんなに大きくないのかな。3A は 5.6 型で 70.1 ミリなので、サイズ的にはまあ、5A の方が一回り大きくなっているんですが、それ以上にこう、上下のベゼルがある分、画面サイズはだいぶ 5A、5G の方が大きくなっているので、まあ、そろそろ乗り換えも考えていいかなと思いますね、3A の世代。確かに、3A 使ってらっしゃる方はね、ちょうど買い替え時かもしれないですね。はい。はい、それでは続いていきましょう。
はい、先ほども言ったこの素材なんです。手触りはそんなに変わらないし、見た目も大きく変わらないが、はい、こうやって写真で撮ると色味は変わりますね。うん、でも、このシンプルな良さについては、4A も 5A も変わらないっていうか、うん、まあ、ピクセルの今のデザイナーの傾向としては、もう、このシンプルさっていうのの追求はもう変わらないかなと思います。うん、はい、そうですね。そして、続いてお願いします。で、カメラの部分なんですが、よく見ると、うん、カメラもスペック自体は一緒だと言っていたんですが、うんうんうん、ポツンという部分が違うので、はいね、これが何かと調べたところ、うん、スペクトルセンサーとフリッカーセンサーだそうです。ほう。で、これが何かというと、うん、色温度の正確な計測、まあ、ホワイトバランスとか、オートホワイトバランスとかの正確な計測とか、照明のちらつき、フリッカーフリセンサーだから、うん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 、蛍光灯かでしょうね、うん、蛍光灯だと実はこう人間の目には見えないだけで蛍光灯ってチカチカしてますものですから、まあ多分そのちらつきを防ぐためのセンサーが多分あそこにあるのが違いなんだと思いますが、うん、で家で 5A でいろいろ写真を撮ったけど、うん、特にそういう写真が撮れなかったということだけはおまけとしてお伝えしておきます、はい、あんま大きな傾向はないかもしれないって感じですね。そうですね。はい。ということでございます。ちょっとスペックの画像に一旦戻っていただいて。はい、ありがとうございます。なんでカメラのスペックについては先ほど言ったこのスペクトルセンサーとフリッカーセンサー以外は一緒で、はい、標準は 12.2 メガで、超広角の16メガカメラ、インが8メガっていうのも一緒で、はい、だけど毎回ソフトウェアがどう進化し続けているので、当然この、うんピクセル 4A が出た時とカメラの機能は当然強化されてるんですが、はい、カメラとか強化されてるんですが、うん、実は 4A にも適用されてるので、うんうん、あ、そうか、そうか、そうですね、うんうん、このそれが、最新のソフトウェアが、まあ、全部ではないでしょうが、うん、なるべくこう盛り込まれ続けてるのをピクセルのいいところってことですね。うん、そうですね。で、あとここに書いてないチー、あ、そうだ、チーだ、はい、ここ自分でね、メモしといて、後でコメントしたいという内容を言っといたんですけど、そのために戻してくれたわけですね、気を使って。はい。はい。先ほども言いました、イヤホン端子は5のみなしです。うん、うん。チーも5のみになりますね。うん、うん。チー必要な人は5だけど、ね、5はもう、在庫なしになってるので、うん、6を待ちましょうってことです。はい。秋に出るのかなみたいな感じです。出てほしいですね。うん、はい。生体認証はピクセルシリーズは全て指紋のみってことになりますね。うん、顔認証は、はい、簡易的な顔認証もピクセルはちょっとセキュリティ上の問題ないですね。うん、カラバリは先ほど言った 5A はモストリーブラック、4A はジャストブラック。5はジャストブラックとソルタセージっていうなんかソーダっぽいようなやつがありましたね。はい、ありましたね、うん。はい。あとは SIM スロットについては、ここにあるのは全モデル、ナノ SIM プラス eSIM ということで、今流行りの eSIM があるので、はい、例えば楽天の SIM を入れたりとか、うん、AU やソフトバンク eSIM での契約もできるので、そうですね。うん、あと、LINE もとか、LINE ももいけます。ポポもできるので、うん、eSIM で契約してすぐに、使い始めたりとか、うん、eSIM プラスナノ SIM のデュアル SIM も使えますね。うん。楽ちんですよね、eSIM ね。はい、うん。契約が楽です。はい。そして、じゃちょっと次の画像お願いします。ピクセル最大の強みはですね、はい。常に最新の Android が使えます。先ほど言いました、3年間のアップデート保証。うん。12、間もなく登場します。9月出るかな。はい、例年だと9月に Android 12でも、うん、今これ11リリースインストールされて登場しましたが、はい、12で登場した瞬間に多分使えると思うので、うん、12いち早く使いたい人もお買い得、うん、おすすめってことですね、はい、あとは Google の最新サービス対応、うん、あとは強力な画像処理ソフトウェアによる高性能カメラ、カメラ、うん、特に夜景の強さっていうのは私特筆すべきものがあるかなと思います、うん、ちょっとこの後ね、また、はい、作例の方も出てくるかなと思いますけれども、それではちょっと次の画像お願いします。はい。はい、というわけで、最新の機能、発表会にあった資料からちょっといくつか出したんですが、まあ、タイタン M チップというセキュリティ専用のチップが入ってますね。うんうん、これによって、例えば、指紋のデータとかがセキュアされて、セキュアな状態で端末に保存されるので安心してくださいってことですね。うん、まあ、iPhone も比較的よく売っているセキュリティチップが、はい、搭載されてます、うん、あとセキュリティアップデートは毎月搭載されるので常に最新の安全な状態で使えますね、うん、これは3年間のセキュリティアップデートも保証されてます、うん、はい、はい、次お願いします。はい、なんか、で発表会において一つのこう、うん、新しい、ピクセルシリーズに搭載されのみに搭載されている新しいこの機能として、うん、通話スクリーニング機能、
これ何かというと、はい、電話がかかってきた時に慌てて出る必要がないわけですよ。まあ、慌てて出てもいいんですけど、番号を見て、はい。知らない番号から電話がかかってきた場合は、うん、例えばこの番号はなんか危ない、このブラックリスト持ってますよとか、うん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 、ちょっと向こうが喋り始めたタイミングで、うん、なんか、音声認識によってどんな、内容かっていうのをこう、はい、確認した後に、それで判断してからプッて出るっていうことも可能だったりとか、へぇ、Google アシスタントが音声認識で最初の向こうの言い始めたことが、まあ、どういう、どこまでやってくれるのかまだ試してないんですが、うんうんうん、猫なで声ですねとかって表示はされないと思うんですけど。嫌ですね、なんかそんな、なんか、よそ行きの声使ってますねみたいな感じ。営業っぽい、こう、会話、口調ですから、は出ないと思うんですけど、まあ、最初の冒頭の先方のこの要件とかをこう自動認識して表示さしてくれる。で、そういう機能もあるそうですね。これも AI でどんどん進化してるそうですね。面白い。確かに、その、なんか、ね、どうしても、電話取らなきゃいけない時と、取れない、はい、取れないってことはないけれども、今電話取りたくない時とかあるじゃないですか。はい、でも、急ぎの要件とかだったら、あらかじめね、分かれば、の、パッと取れるし、いいですね、これね。うん。猫撫で声ね。猫撫で声までは多分認識してくれないと思う。残念ながら。まあ、AI なら、今後の進化に期待ってことだと。そうですね。ちょっとよそ行きの声されてますみたいなね。うん。そして、続いてお願いします。はい。夜景モードの天体写真機能というのが今回こう一つの目玉になってますね、うん。ラッシュ使わずに撮影できる夜景モード。この画像で見ればわかる。この画像が、ね、YouTube を通してどこまでこう見えてるのかわからないですが、星がこうバッと見えてる、ね。水中点点点とね、うん、ありますけれども。これをこうフラッシュを使わずに夜景モードで撮ってるって感じですね。うん、なるほどね。じゃあ続いてお願いします。あとはポートレートライトですね。これは、ポートレートモードをしながらライトの光源をこっちに持ってたり、こっちに持ってたり、こっちに持ってたり、仮想的にやって、うん、顔の光源をこう処理、はい、自動処理してくるわけですね、うん。ここに光源があった場合はどうなるのか、うん。そういう機能をポート、複雑な演算をこう端末なんかだけでやってくれるわけですね。これもすごいですよね、はい、うん。やっぱこういうソフト系というかすごく強い感じがしますね。はい。はい。それでは岡本さん、作例いきましょうか。作例あるんですけど、はい、私が撮ってもよかったらうまい作例は撮れないと思うので、はい、Google さん提供の写真というのが、はい、そうですね、今回は。発表会参加時にあったので、はい、こちらで見た方がいいと思って、はい、Google 提供さんの写真をポンと出しましょう。はい、はい、お願いします。はい。先ほども言った左側が先ほど夜景モードの天体写真ですね。これも星がポツポツポツと見えてると思うんですけど、うん、こんな写真撮れちゃうんだ、ね。だってしかも、下のキャンピングカーというか、のところのライトもちゃんと認識、はい、ね、表現されててというところで。人間の目って案外暗い場所と明るい場所、コントラスト比。まあ、HDR 機能というか、うん、人間の目の方が HDR の性能高いわけで、はい、人間の目だとある程度見えてるわけだけど、うんうん、カメラで撮ると普通はここまでこんなどっちかにこう光り合わせちゃうと見えないわけですよ。ところがこの夜景モードの天体写真をこうソフトウェアでのこの処理によってこんなに美しい写真が撮れちゃうんだけど、うん、まあ、日本でこんなに人の光がないところ行くのがない、人工の光ないところ行くのが大変ですね、みたいな感じ。なかなかそうですね。はい、うん、まあ、カリフォルニアだとまあ砂漠の方にガーッと何時間か行けばすぐあると思うんですけど、綺麗。Google 社員ならね。うん、まあこういう夜景モードの天体写真も撮れます。はい、で、うん、右側が夜景モードプラスポートレートの組み合わせも可能なわけですね。あ、これ夜景なんだ。暗い場所で明るく、暗い場所でこうポートレートを効かせるわけですね。この女性の髪とかも完璧にうまくポートレートを効いて、背面が綺麗にボケてるような、こう、違和感のないポートレートが撮れてますね。確かに今までもそうでしたけど、ピクセルシリーズって本当にポートレート綺麗ですよね。そうなんです。ポートレートと夜景については、やっぱりソフトウェアの能力がかなり非常に高いなといつも思います。いや、本当にすごい。そして続いてお願いします。はい。で、猫でもポートレートが効いてて、しかもポートレートが効いてるのが手前にこう、うん。なんていうんですかね、このブラインド、ブラインドだけに、ブラインドだけにポートレートがなって、うん、猫がボケてるって写真ならできそうなんだけど、はい、ブラインドと猫という比較的、まあ若干距離が離れてるところだけピンがあって、うんうんうん、背景の後ろの窓のところがボケてる。ね、これなかなか、これこんなうまい感じで撮れるのかって感じですね。うん、猫ちゃん目が細くなって可愛いですね、ついでに。あと猫ちゃんのその手っていうか、前足の部分だったりとかも、ちゃんとボケてて、こう、距離感ちゃんと見てんだなっていうのがすごい。
この猫は可愛いし、うん、しっかり顔がね、しっかりフォーカスが当たってるね、この目が細くなって明るいとこいいんでしょうね、うん、これね。きっとそうですよね。瞳孔、目の瞳孔可愛いですね。で、右側は超広角レンズ。超広角レンズも AI でかなり合致し、こう、うまく調整してると思うんですよ。うん、結構ね、Google のカメラについては超広角は結構積極的に補正してる感じだけど、うん、補正してる、この歪みの補正の違和感なく、この超広角のレンズもかなりいいかなと思いました。うん、なんかこの超広角だからこその魅力というか、はい、っていうところがちゃんと出てる感じはしますね。はい。まあもうちょっと歪みを演出するパターンのカメラも多いんですが、これは結構比較的しっかりやってて、うんうん、しかもそう、しっかり補正すると雲とか違和感が生じがちなんですけど、これはかなり、うん、美しく補正されてるかなと。しますね。はい。うん。そして、続いてお願いします。これは HDR 写真ということで、これも猫、まあ、Google の方が猫好きなのか、Google が雇ったカメラマンさんが撮ったのか、どっちかがちょっとわからないんですが、そうですね、Google さんに提供いただいた作例になる。これとか、まあ、多分ね、室内は電気が消えてて、うん、外からの光だけで、そうですね、やってるんだけど、こんな感じで全体が明るく綺麗に、こう、違和感なく撮れてるのも HDR 写真ならではかなと思います。うん、これも。素晴らしいですね。毛並みの感じだったりとかもちゃんと表現されてて、かわいい。結構ね、しかもピクセルのカメラ本当に本当すごいですよね。うん、楽に撮れる部分もあるので、うん、かなり楽にこういう綺麗な写真が撮れるっていうところもピクセルのいいところで、これもね、うん、後に言いますが、初心者の方にお勧めしやすいピクセルスマホのこのカメラの特徴ではあると思います。うん、はい。そして、ちょっと駆け足で行きましょうか。続いてお願いします。はい。はい、というわけで、ライバル関係ですね。うん、そうですね、うん、お買い得価格なのに高性能なピクセル 5A だが、ではミドルクラス最強なのかというと、うん、そうまあ最強なのかと言われるとなかなか話が難しくなってますね。うんうん、で、実際ピクセル 5A、5G は5万円円強だけれども、下に出てくる Xiaomi、うん、Mi Lite 5G や OPPO、Reno 5A、うん、こちら4万2000円。いくらとかなわけですよ。うんうんうん、安い、さらに安いですねっていう感じですね。うん、悩むところですよね、このあたりとね、はい、きっと。うん、というわけで、まずはスペックを比較してみましょうということで、こちら、ドン。お願いします。はい。ざーっと見ていくと、まあまあ、いくつか見ていくと、はい、ディスプレイについては、Mi Lite 5G や OPPO Reno 5A は両方 90Hz 対応なわけですね。うん、で20対9なのは一緒で、うん、まあ画面サイズは言うほど変わらないし、端末のサイズも実はそんなに大きく変わらないんですよ。うんうん、ところが、ところこの厚みですよ。Mi Lite 5G とこの、本当厚みが全然違うわけですね。Mi Lite 5G、薄っす。薄っすって感じですね、これ。2割か3割ぐらい薄いので、これはさすがに明らかに薄厚さの違いがわかりますね。そうですね。薄っ、うん。だって色の違いで、多分下の方が、Mi 11の方が、おそらく膨張して見えるはずなのに、はい、それでもこんなに薄く感じる。すごい。2ミリ近く差があるとさすがに違いますね。うん。うん、全然違う。C、この Mi 11 Lite 5G のインパクトの後のこれ軽い 159g 軽い。私もこれね、実は私物なんですけど。うんうん。そうですよね。軽いわけですよ。うん。すごいむちゃくちゃ軽い。むちゃくちゃ軽い。むちゃくちゃ軽いですよ、これ。もう何回も言っちゃうぐらい軽いですからね。軽いです。うん。6.8 ミリで軽く 159g のインパクトは結構大きいですね。はい、うん、うんうんうん、CPU については、Mi Lite 5G だけ100、スナップドラゴン 780G ということで、うん、この後ベンチ結果も出しますが、明らかに性能はワンランク上。うん、ただね、ちょっとゲームをやると若干問題がある、若干スムーズさに欠けるアプリもあるのですが、うん、ただまあ、単純な処理性能という意味では明らかに Mi Lite 5G が上ですね。まあそうですね。うん、はい。で、メモリとストレージは一緒です。6GB、100GB、はい。で、外部ストレージに対応しているのは、Pixel、うん、5A だけ実は外部ストレージに対応してないので、追加が不可能なわけですよ。で、以前はね、Google フォト、無制限で対応してたんですけど、はい、ね、今回無制限じゃなくなって、普通の人と同じになっちゃいました。うんうん、画像の画質を落としても、自分の持ってるストレージ容量になっちゃったんで、うん、そこもちょっとピクセル5、新しいちょっと残念な気がするけど、外部ストレージ対応してると嬉しかったなというのは、正直言うとあるかなと思いますね。うん、ありますね。続いてはカメラについては、Mi Lite 5G と OPPO Reno 5A は64メガで超広角があったりとか、うんうん、マクロカメラがついてたりとか、ここはまあ、スペック的にはこう、
単純にこうカメラの比較はスペックだけにはならないと思いますが、うんうん、まあ、カメラの性能は上ですねってことですね。はい。インカメラの性能も上ですねってことですね。うん、そうですね。で、5G 対応です。まあ、全部サブ6なんですが、これもこの後にドコモの 4.5GHz 対応したようなのはちょっと残念って感じかなと思いますね。うんうんうん、で、バッテリー容量はピクセル 5A が逆に上です。で、防水防塵については、Mi 11 Lite 5G だけ非対応ってことですね。うんうんうん、OPPO とピクセルは対応してます。はい。でフェリカは全部丸なんですが、丸、ミライ11ライト 5G 使ったハテナがついてるのは若干こう、セキュリティエレメンツの、若干だけスイカの使い勝手が、スイカっていうか、うん、まあ、フェリカの使い勝手が若干、不便なところがあるので、若干ハテナを付けさせていただきます。なるほど。ね。うんうんうん。で、SIM スロットについては、ピクセル 5A と OPPO については eSIM と NanoSIM の組み合わせ。Mi 11 Lite 5G は NanoSIM×2 なので、普通の SIM が2枚されるというところは、プラスですね。そうですね。うん、で、価格は、後者の2つが4万円台ということで、お手頃になってますね。価格がちょっと強烈かなと思いますね。そうですね。うん。価格で妥協できるところって、多分皆さんもそうですけど、たくさんあるとは思うので、はい、っていうところと、あとはさっきのね、処理性能というか、ソフト面での強さっていうところもあったりとかするので、うん、このあたりちょっと比較したいなとは思うんですけれども、はい。はい、続いてお願いします。で、言いますと、処理性能自体は Mi 11 Lite 5G が上ですね。うん、で, すねでも、Pixel 5A、5G のスナドラ 765G でも十分かなとは思いますが、うん、ごめんなさい、はい、次行っちゃいますかね。次の画面、アンツツのスコア。そうですね。ちょっと見せてもらえますかね、さっき。うん、アンツツのスコアで見れば、ちょっと明らかに差があるかなと思いますね。確かに。5A は37万。違いますね。うん。Mi 11 Lite 5G は52万。ちょっと差があるかなとは思いますが、うんでは、CPU 性能が全ての端末を全てを決めるかというと、うん、まあ、Pixel 5A、5G でもまあ、大抵のゲームは 765G でも動くし、うん使ってて遅さを感じるという場面はまあ、ないってことも考えると、うんうん、まあ、ちょっと悩むけど、うん、まあ、そもそも CPU 性能が欲しければハイエンドかっていう考えもあるし、うんうん、まあ、それは、皆さんに任せたって感じです、うん、ここについて。はい。うんうん、というわけで。皆さんに任せたところで戻ります。で、薄型軽量カラバリは Mi 11 Lite 5G のつどみだと思います。先ほども言いましたが、うん、薄型軽量は、うん、何と言っててもこの軽さ、ちょっと衝撃だし、あとこれお気に入りこのストラスイエローですよ。かわいい。ストラスイエロー。うん、これいいですね。かわいい色ですよね。うんうんうん。こちらこのグリーンっぽい黒ですからね。でもまあ、うん、そういう人はこのケース買ってくださいって感じです。確かに。うん。ケースを買えば、ね、カラバリもつけられるし、うん、まあそもそもケースつけるからカラバリ関係ないよという人もいると思うので、それは、うんカラバリについては、うん選ぶ喜びがあるという意見もあるし、まあそれはそれぞれだと思いますね。そうですね。はい、うん。で、OS のアップデート保証については先ほども言ったピクセルシリーズってことになりますね。うんMi シリーズも日本では、アップデートがあるかもしれないけど何回あるかってについてもはっきり言明もないというのと、うん、あとやっぱり Android のリファレンス機としてのピクセルシリーズは魅力は確実にあるかなと思います、うんうん、あと MIUI については私は便利な機能もたくさんあるけど、うんはい、一方で若干癖がある部分もあるのでここはこう好き好みという部分もあるのと、うん、まあ確かにうんうんまあ、もちろん、ピクセルシリーズについては Android の完全に Android 標準の、基本的な機能がそのままなのと、うん、Android って感じですね、うんまあ、ちょっと、まあ、ソフトウェアについても、まあ、若干、MIUI の方が、まあ、やや癖があるかなという印象はありました。なるほど。うん、アプリのバッテリーの持ちとか、うんバックグラウンドで、動きを抑制しつつ、こう、バッテリーを長持ちさせる部分とかでも、うん、ちょっと Mi 11 Lite 5G については、設定とかを、こう、うん、ネット上にある FAQ サイトを、シャオミサイトのシャオミ端末の FAQ とかを検索しながら、こう、設定したりしないといけない部分がちょっとあるかなという部分があったので、うん、まあ、Android のリファレンス機としての魅力はピクセルシリーズは確かにあるかなと思います。はい。はい、そして、はい、で、価格については Mi 11 Lite 5G、リノ 5A が約8000円安い。まあ、値段は正義です。価格は正義です。うん。が、まあ、こちらも5万円強だから、うん、十分安いという考えもあります。うん、これだけで来てっていう感じがしますね。ええ、こっち、ただしこっち、その話を言うと、こっちは、MVNO だとさらに安売りする例もありますよ。そっか、そうですね。割引ありますからね。って言うじゃないですか。はい。そしたら、Mi 11 Lite 5G は、ソフトバンク行くとすでに安く売ってたよっていう話も
まさにコメントにもあったんですけど、言い始めるとキリがないじゃないですか。本当だ、うん、お値段のお金はね、それぞれ経済的な問題とか、スマホにどこまでお金使うかってあるんで、そうですね、うん、それは皆さん考えてくださいって感じです。はい。お金は、お金持ちさんはもうどっちでもいいっていう人もいるし、そうそうそう、そもそもその人はピクセル6待つって人もいるでしょうから。いらっしゃるでしょうしね。はい。うんうん、はい、で、最後はちょっと 5G 対応はいずれもドコモ 4.5GHz 対比対応はちょっと残念かなと、個人的には思います。うん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 、まあ、やはり海外のメーカーの端末だと 4.5GHz 対応まだ、まあ、中国でも使われる予定があると言ってることですが、はい、まだ現状で 4.5GHz 帯に対応しているハイエンドじゃない SIM フリー端末のほとんどが両方非対応なんですよね。うん、ところがね、両方、ピクセルもソフトバンクで売るし、はい、こっちも、この OPPO は、シャオミはソフトバンクで売らないんだけど、うん、でもね、ソフトバンクの、はい、4G から転換したバンドとかもつながるし、なんかソフトバンクで使った方が 5G につながりやすいなと最近思ってるものもあったりとか、ピクセルについてはソフトバンクでも売りますからね、うんうん、多分ソフトバンクモードとの組み合わせは多分完璧だと思います。はい、そうですね。そしてちょっとちょっと残り画像も見てますかね。はい、はい、これは例えば Mi 11 Lite 5G、MVNO での販売でなんとか 19,980円で売ってるそうですね。 MNP で管理すると8月31日までって、明日まで。もうすぐです、もうすぐです。はい、明日もね、毎日ちょっとずつ出したりとか、まあ他にもグーシムセラーとかでも安くなってたりしますね。うん、これはリノ 5A でも一緒って感じです。はい、ありがとうございます。ということで、最後にまとめいきましょうか。はい、まとめ。うん。ピクセル 5A ですが、防水にも対応して、フェリカにも対応して、うん、カメラも魅力、うん。もちろん性能はハイエンドではないが十分だと思います。それで5万円強。はい、これお買い得じゃないですか、うん、もう。しかも、お買い得、うん。これお買い得じゃないですかみたいな、うん。繰り返しになりますが、2回言っちゃいました、ね。大事なことだし。はい。うん、とにかくね、この後半にもありますが、OS アップデートして安心して使えるわけですね。うん、ソフトウェアもデザインもこうシンプルで癖が、うん、ない感じで、うん、Android が初めてという人にもお勧めしやすい時代かなと思います。しかも、お値段もお手頃なので、はい、すし、カメラも強力です。うん、これは買いなのじゃないだろうかと。うん、特に私なんか iPhone ユーザーだけど Android 使ってみたいという人は、うん、まあ、実際ピクセル買おうっていいですかっていう人多いんですよ。うん、多いですね。やっぱ iPhone に対応する端末だとピクセルなのかなっていう。うん、実際よくお勧めしますし、うん、Android スマホこれまで使ったことないけど、どれ買えばいいですかっていうと、まあ、無難だからピクセルにしとくかなっていう部分はぶっちゃけあります。うん。なんか、本当に、そうですね、岡本さんおっしゃるように、初めてっていう人にもおすすめしやすいかなとは思いますね。はい、もちろん他のメーカーでもいいし、うん、まあ、現状で売ってるのはソフトバンクとシムフリーになるので、うんうん、まあ、ドコモさんとかだったらもちろん違うメーカーの端末、ギャラクシーとかもあるので、はい、まあ、それでもいいんじゃないですかっていうんですが、うん、まあ、ある程度詳しくて iPhone を使ってたという人にとって、に対してはピクセルを勧めることが多いですね。うん、なるほどね。まあ、今回のこちらのピクセル、5A、5G ですね、はい。はい。かなりちょっと魅力的な部分、ソフトウェアの面がかなり出し的には、むちゃくちゃやっぱ魅力的だなと感じる端末だったので、はい、皆さんもぜひちょっと参考になると嬉しいです、うん。ありがとうございました。ということで、そろそろエンディングのお時間なんですけれども、本日はこちら、はい、Pixel 5A、5G ご紹介させていただきました。で、ASCII.jp の方には、記事の方もご用意ございますので、はい、よかったらそちらも合わせて読んでみてください。よろしくお願いいたします。で、次回のスマホ総研定例会なんですが、9月の6日、もう9月。もう9月ですね。涼しくなるのかなって感じで、暑いですよね。今日も暑くて、ま、エアコンが効かなくて、ね、今日家があんまり、もともとエアコンあんまり効きにくい部屋なんですけど、暑くて今日先から。今日はすごい暑かったらしいですね。ちょっと外出てないので全く分かんないんですけど、暑かったというのを聞きましたね。うん。なんですけど、来週9月の6日予定しております。よろしくお願いいたします。はい、そして本日発売のムックです。こちら。はい、書店アマゾンなどで販売しております。ぜひよかったらこちらの方買ってください。スマホ料金極限圧縮だったりとか、極限圧縮、極限圧縮でございます。極限、年間5万円年間5万は結構、月4千円ぐらい減るじゃないですか。そうそう、むちゃくちゃ減りますね、これ見るとね。うん、ぜひぜひよかったらこちらの方買ってください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ告知、明日の生放送こちらです。
はい、明日20時から8月31日火曜日20時から生放送となっております。クルーシャルの最新 SSD Gen 4のですね P5 プラス、こちらの方徹底テストした KTU さんのプレゼン、みんなで一緒に聞きましょうということで解説させていただきます。あと Gen 4って何とかっていうところも、うん、はい、あるかなと思いますので、そちらの方もぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。それではみんな、またね。